はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプ地なんですけども、今日はスネークマンルフィ使っていこうかなと思います。必殺が、ガード貫通 388%& 敵が反撃の場合解除して 60% のキラーと、で特性が永続攻撃 27% アップ&やけどダメージ2800軽減&ターン開始時相手が赤ならレジェンドゲージ 2% アップというわけで、まあ、使っていくんですけども、挑んでいくダンジョンはサンドバッグというわけで、まあ、雑談会なんですけども、ヤングジャンプにてどぎつい作品を見つけてしまったという話を今日はやろうかなっていうふうに思っているんですけども、まあ僕アニメがめちゃくちゃ好きなんですよね。でまあ1日1アニメ今見てるぐらい、1話見てるぐらい、今アニメに絶賛ハマり中でして、まあ、その中で見つけた、まあ、昨日見つけた、ヤングジャンプの、作品なんですけども、皆さん、ワンナウツという野球漫画ご存知でしょうか？まあ、これね、ヤンジャン詳しい方からしたら当たり前やんっていう人もいると思うんですけども、僕はね、ちょっと最近、まあ、遅れますながら知りまして、めちゃくちゃ面白かったので、今、もう一気に、全部見ようかなって今8話まで見ているんですけども、めちゃくちゃ面白いんですよね。まあ、どういう話かって言ったら、まあ少年誌の野球漫画なんで、まあ王道かなと思ったんですよね。まあというのも、主人公がピッチャーでめちゃくちゃ剛速球投げる、まあそれでバンバン敵三振していくみたいな、まあ言うたらメジャーみたいな主人公、もしくはもうめちゃくちゃ強打者でホームランバンバン打っていく主人公の話かなと思ったんですけども、どちらでもなくて、まあ主人公徳地っていう、まあ男の子、まあ20歳ぐらいかなの主人公がピッチャーなんですよね。その徳地が投げる球ってなんのこっちゃないストレートなんですよね。球も120キロぐらい、まあ言うたら僕らで言うたらバッティングセンターでも打てるぐらいの、僕らド素人が打てるぐらいの球を投げるんですよね。かといってめちゃくちゃ切れる、変化球を投げるわけでもないと。じゃあどうやって勝つのかっていうのは頭を使うんですよね。はい、このワンナウツ王道バトル野球漫画じゃなくて頭脳戦バトル野球漫画なんですわ。まあ、例えば相手の心理状況を読んで、今こいつにここの場所に球投げたらこいつ絶対に振り寄るなみたいな感じのことを計算して相手に球を掘る。まあ、この特地っていうのはめちゃくちゃ頭の切れる、ピッチャーなんですけども、それを、まあ、利用して戦う、野球バトル漫画なんですけども、カイジとか赤木って皆さん知ってますか？福本信之先生の週刊少年マガジンの作品なんですけども、その赤木カイジを見たことある人やったら絶対にハマると思う。僕はその2つ両方とも好きなんですけども、めちゃくちゃハマりましたね。というか主人公がね、赤木にしか見えん、声優さんが一緒なんですよ。で赤木もめちゃくちゃ頭いいし、でこの特地も頭めちゃくちゃいいって、もう赤木なんですけども、見てほしいわ。まあ1話どんな始まり方するかっていうと、爆地から始まるんですよねそこがもう違う。沖縄のまあ古びた跡地みたいなところでヤクザたち、ヤンキーたちが行っているワンナウツという爆地野球ゲームをやっている話から始まるんですよね。まあその詳しいルールとかはね、まあぜひともアニメを見てほしいんですけども、まあ言うたらワンアウトを取られたらピッチャーの負けで、確かヒットかなんかを打ったらバッターの勝ちで、どっちが勝つのかっていうのを周りの群衆たちがかけるという、まあ爆地なんですよね。でそのワンアウトという、ゲーム、爆地ゲームにて
今まで一度も負けたことがないっていう男がその主人公の特地なんですよね。でもさっき僕言いましたやんか、その120キロぐらいしか投げれない、そして決まった変化球もない。じゃあどうやって勝つのかっていうのは、この特地、コントロールとかが凄まじいんですよね。今こっからここに投げるっていうのを3球連続1ミリも狂わずに投げることができるんですよね。というえぐいコントロール性能を持っている、その、ワンナウツという、まあ、博打ゲームはグローブを使わないんですよ。だから手が丸見えなんですよ。っていうことはつまり変化球が効かないんですよね。まあ野球の世界で僕あんまり詳しくないんですけども、その投げる瞬間の手を見て、あこいつこの握り方してるから今からこの変化球投げるなっていうのが分かるらしいんですよ。だからそこを逆に利用する。だから今からフォーク投げるっていう手をしといて、投げる瞬間にその手変えてストレート投げるみたいな感じのことを駆使して、そのワンナウツという、まあ、言うたらちょいセコみたいなことを、やるんですよね。そこで無敗の男がプロの選手たちと戦っていくという話なんですよね。その特地がプロ入りして、まあ言うたら球団に入ってプロの世界へ行くっていうお話なんですよ。めちゃくちゃ面白いんですよね。こんなねバトル漫画僕初めて見ましたわ。まあ、王道じゃないっていうので僕はもうガシッと捕まりましたし、あと周りがクズなんですわ。こういう作品僕めっちゃ好きやねん。そのね、球団のオーナーがクズ中のクズでして、まあ、言うたらその特地と金の競り合い、まあ、そこでも博打みたいなね、えぐいことをやるんですけども、そのクズさ加減がすがすがしい。でそのクズオーナーをその特地がなぎ倒していくというのがね、もう凄まじく気持ちいいんですよね。ぜひとも見てほしい。アニメ多分結構いろんな媒体でもあると思うし、ぜひとも見てほしいなと思う。でなんでこんな面白いんかなと思って、作者さんをちょっと調べてみたんですけども、ライアーゲーム書いてる人なんですよね。ライアーゲームって皆さん知ってますか？僕らがいつ、僕でもちょっと世代的にギリギリかな、僕よりもうちょっと上の人らが、めちゃくちゃハマっていると思うんですけども、まあ、漫画でドラマとかにもなっている作品なんですけども、そのライアーゲーム書いた方なんですよ。でそのライアーゲームもめちゃくちゃ心理戦頭脳戦の、話なので、そりゃ面白いわって思いましたね。だからぜひともワンナウツ見てみて。好みめちゃくちゃ分かれると思うけど、僕は好きな作品でしたね。はい、ありがとうございました。